西ベンガルの映画は、インドの映画の内ベンガル語で制作された映画であり、西ベンガル州コルカタトリガンジに拠点を置く映画産業を指す。トリガンジとハリウッドを掛け合わせたトリウッドの通称で知られ、1932年にはこの通称が使われていた。かつて西ベンガル映画は、インド映画の中心的存在であり、歴史的にも重要な映画産業だった。同映画産業は、 インド映画産業の中で最も芸術性、批評性の高い芸術映画を数多く制作しており、パラレル映画の制作者は国内のナショナルフィルムアワードや国外の著名な映画祭で高い評価を得ている。しかし、20世紀後半に入ると商業映画を主体とするボリウッドや南インド映画の台頭により勢いを失い、産業規模は縮小していった。 プライアグフィルムシティ西ベンガル映画の通称、トリウッドは、ハリウッドを模して名付けられた通称であり、インドの陶器映画制作に参加した、アメリカ人撮影監督、ウィリフォード・イーデミングが名付けた。彼は1932年の新聞記事で、アメリカ合衆国におけるハリウッドと同様、トリガンジがインド映画の中心地だったことから、トリガンジとハリウッドを掛け合わせて、トリウッドと命名したと語っている。 同年3月の新聞記事によると、デミングは、ハリガンジという通称も候補に考えていたが、ベンガル語で、トリーは、固有名詞、ガンジが地域を意味する単語だと知り却下したと語っており、最終的に因を踏んだ、トリーとハリーから、トリウッドの通称が生まれたという。この通称は、ザ・ステイツマンの記事で紹介されたことをきっかけに広まり、他の映画産業が、 ハリウッドを掛け合わせて通称を命名する流れを生み出した。インドでもヒンディー語映画が西ベンガル映画を射抜き、インド映画の最大産業になった頃に拠点であるボンベイとハリウッドを掛け合わせてボリウッドと名乗るようになった。最初のベンガル5長編陶器映画デナパオナ西ベンガル映画の歴史は1920年代にカルカッタで最初の バイオスコープショーが行われたことで始まった。ベンガル語映画の基礎は、ビクトリア朝時代の映画界の重鎮だったヒララル、センによって作られた。彼は、ロイヤルバイオスコープカンパニーを設立し、スターシアター、ミネルバシアターなどの劇場で上演する舞台演劇を数多く手掛けた。1917年に、彼が死去した後、1918年にディレンド・ラナーと ガングリーがベンガル人が所有する最初の映画制作会社インドブリティッシュフィルムカンパニーを設立し、1919 19年にはマダンシアターが最初のベンガル語長編映画ビル・ウィマングルを制作した。これはインド発の長編映画ラジャ・ハリシュ・チャンドラが公開されてから6年後のことだった。1921年にはインドブリティッシュフィルムカンパニーが バイラット・フェレットを制作している。1930年代に、陶器映画がカルカッタにも流入した。当初、インド映画は富裕層や知識階級向けに、ウルドゥー語やペルシア語で制作されており、代表的な制作会社として、東インド映画会社が存在した。1931年4月にマダンシアターが、最初のベンガル語短編陶器映画、ジャマイ・シャシティを制作し、 同年12月にはニューシアターズが最初のベンガル語長編陶器映画デナ・パオナを制作した。この時期のベンガル語映画で人気を得ていた俳優はプラマテシュバルアとデイバキー・ボースであり、二人は映画監督となり新しい映画スタイルを模索した。西ベンガル映画は他地域のインド映画のようなミュージカル映画の形式とは距離を置き、より芸術性の強い作風に傾倒していった。 サタジットレイ無理なるセンウッタムクマールスチトラセン1950年代から1970年代にかけて西ベンガル映画は黄金時代を迎えた。1956年に第9回カンヌ国際映画祭でサタジットレイの第一の歌がベストヒューマンドキュメント賞を受賞し、これ以降数十年間にわたり西ベンガル映画が国際映画祭で脚光を浴びるようになった。 西ベンガル映画の制作者たちも国際的な地位を確立し、その代表的存在となったサタジトレイはヨーロッパ・アメリカ州、アジアで大きな成功を収めた。彼の作品はマーティン・スコセッシジェームズ・アイボリー、アッパ・スキア・ロスタミ、エリア・カザン、フランソワ・トリュフォー、カルロス・サウラ、高畑・サオ、ウェス・アンダーソン、ダニー・ボイルに影響を与え、 黒沢明など多くの映画制作者から絶賛された。オプーサン部作をはじめ、非表面で高い評価を得ている作品の多くは低予算映画である。オプーサン部作の第一作、第一の歌は、曲賞の予算である15万ルピーで制作され、キャストスタッフもアマチュアを起用していた。サタジットレイの作品は、すべて低予算作品であり、1960年代の 作品で最も高額だったのは1968年制作のグーピーガイナボガバインであり、1977年制作のチスをする人は600万ルピーだった。芸術映画に押し寄せた青年の成長ドラマ映画はオプサンブ作に大きな借りがあると評されている。カンチェンジュンガはハイパーリンク映画の先駆けとなる物語構造を取り入れており、サタジトレイのザエイリアンは、 最終的に制作が中断されたものの、スティーブン・スピルバーグの ET に影響を与えたと広く信じられている。アイラ・サックスの 4T シェイズ・オブ・ブルーはチャル・ラータのリメイクであり、グレゴリーナ・ナバのミ・ファミリアのラストシーンは大樹の歌の影響を受けている。この他に、セークリッド・エビル、エイトルーストーリー、ディーパ・メータのエレメント3部作、ジャン・リュック・ゴダール作品も、 サタジットレイ作品の影響を受けている。無理なる線は、マルクス主義的視点の作品で知られており、彼の作品の多くは、カンヌ国際映画祭、ベルリン国際映画祭、ベネツヤ国際映画祭、モスクワ国際映画祭、カルロビバリ国際映画祭、モントリオール世界映画祭、カイロ国際映画祭など主要な映画祭で映画賞を受賞しており、 各国の主要都市で解雇上映が行われている。リッティクゴトクは死後に作品が評価されるようになった映画制作者であり、1990年代から彼の作品を復元するプロジェクトが始動し、国際展示会及び DVD リリースにより、国内外の人々に認識されるようになった。オプーサン部作で撮影監督を務めたスブラ・タミットラは、彼の撮影技法は、 世界中の撮影技師に影響を与えた。彼は天井や壁に照明を当て、その反射光で照明効果を得るバウンスライトを得意としており、大河の歌でこの撮影技法を取り入れた。この他にサタジットレイの先駆的な撮影技法としてプロティド・アンディで取り入れたネガフィルムフラッシュバックと X 線撮影が挙げられる。黄金時代を代表する俳優としてうったむくまーる。 女優には、スチトラセが挙げられ、二人は1950年代に、エターナルペアと称され、人気を集めた。スチトラに次ぐ女優として、サビトリチャテルジーとスミトラ、デビがおり、1960年代には、サタジットレイ作品の常連俳優、ショーミットロチャテルジーが、ウッタムクマールのライバルとして対等した。同年代には、アパルナセン、シャルミラ、タゴール、マダービムカルジー、 サンディアー、ロイ、スプリアデビが活躍した。この中で、アパルナ・センは1970年代に主演女優として活躍した後に1981年に監督デビューし、シャルミラタゴールは西ベンガル映画とボリウッドで主演女優として成功した。また、この時代に活躍した作曲家には、ライチ・ャンド・ボラール、パンカジ・マリック、ケイシー・デー、ロビン・チャ・テルジー、 スディンダースグプタ、ナチケタ、ゴーシュ、ヘマントムカルジーがいる。リトゥポルノゴーシュアパルナセンゴータムゴースアニルター、ロイチョードリーリバカル、バネルジースジョイゴーシュインドイ映画の中心産業だった西ベンガル映画は1980年代に入り転換期を迎える。ボリウッドが台頭する中、西ベンガル映画は批評的な成功を収め続けたものの1990年代には 制作本数が減少する衰退期を迎えた。しかし、ベンガル語映画の上映本数の増加に伴い、西ベンガル映画は復興の兆しを見せ始める。西ベンガル州にある800劇場のうち、ベンガル語映画のみを上映する映画館は、衰退期には350未満だったが、2008年には700近い映画館が、ベンガル語映画を専門に上映するようになった。 2003年公開の、ボメイヤー・ボンベテは650万ルーピーの制作費を、投じて、ハイデラワードのラモジフィルムシティで撮影され、興行収入2000万ルーピーを記録するヒット作となった。同作は、サタジットレイの息子サンディープレイが監督を務め、この成功によって、西ベンガル映画の復活は加速した。黄金時代を過ぎた西ベンガル映画では、リトポルのゴーシュ、アパルナセン、 ゴータム・ゴースが映画産業を牽引した。リト・ポルノは1992年にハイラー・アンティで監督デビューして、以来2013年に死去するまで西ベンガル映画の中心人物として活躍し、ウナシェイ・エイプリル、ダハン、ユーブなどでナショナルフィルムアワードを受賞した。アパルナ・センは1981年にカルカッタのアングロ・インディアンの生活に着目した。 36チャオランギー・レーンで監督デビューし、プラミター・インク・ディーン、ミスター・ミセス・アイ・アル、15パーク・アベニュー、妻は、はるか、日本に、ゴナ・バクシャなどの代表作を制作した。ゴー・タム・ゴースは、デコル、パドマ・ネイダー・マジ、アバー・アラニ、モネール・マヌスなどの作品で知られ、彼らの作品の多くが成功を収め映画制作者に利益をもたらした。同時期には、主流映画も、 人気を獲得し始め、これらの作品は、主に順都市部の観客層に支えられ成長した。2000年代に入ると、若手の映画制作者が活躍の場を広げるようになった。彼らの多くは、西ベンガル映画で活動しているが、中には、ボリウッドに進み成功を収める制作者も現れた。彼らが制作した、女神は二度微笑む、ピクー、デテクティブバンケッシュバクシなどは、 国際市場でも高い評価を集め、再びコルカタに注目を集めることに成功した。また、ベーラ・スッシュ、プラクテン、ラジャカニーなど成功したベンガル語映画の中には、ボリウッドでリメイクされた作品も存在する。若手ベンガル語映画監督には、アニクだった、アニルッター・ロイ・チョードリー、アンジャン・ダット、アリンダ・ムシル、アディティア・ビクラム・セン・グプタ、カウシク・ガングリー、カマレーシュアル・ムカルジー、 マイナクバウミク、スリジット・ムカルジー、ナンディタ、ロイ、シボプロサード・ムカルジーがいる。ボリウッドで活動している、ベンガル人監督には、アヌラグバス、アーヤン・ムカルジー、ディバ・カルバネルジー、プラディープ・サルカール、シュージット・シルカール、スジョイ・コーシュがいる。大地の歌、サタジット・レイ作品の多くは、国内外の映画ランキングで上位に選ばれており、サイトサウンドの批評価オールタイム。 グレーテストフィルムランキングでは1992年にオプー三部作が第4位、音楽サロンが第27位、チャルラータが第41位、1982年に森の中の昼と夜が第81位にランクインしている。2002年の批評家、監督投票ではリッティクごとくの雲の影星ヤドルが第231位、コーマルゴンドルが 第346位にランクインしている。また、1992年のオールタイムトップ10ディレクターでは、サタジットレイが第7位にランクインしている。1998年にシネマヤが実施した批評家投票では、オブ3部作が第1位、チャルラータ、音楽サロン、リッティクごとくのサバーンハーカが同率第11位にランクインしており、百九十九年に、 ビレッジボイスの世紀のベストフィルムトップ250の評価投票では、オプー三ン作がランクインしている。2005年にはオプー三ン作がタイム誌オールタイム映画100選の一本に選ばれた。ありがとうございます。